下での表現の自由、言論の自由を守るため集まった市民有志です。本日施行された競合罪に反対し、自由を守るためのレジスタンス行動をこれから行いたいと思います。希望長野ネットによります。コントを皆さんお聞きください。コント、それでも共謀罪はノー。姉ちゃん、今日は人が集まって準備しているけど、なんかあるのかいね。共謀罪が今日から施行、つまりこの共謀罪が今日からいよいよ実施されちゃったので、それにそう抗議する集会が全国一斉に行われるだよ。松本でもそれをやるってわけせ。あれ、6月に作ってもう施行されちゃうだかいね。そうせ、今日7月11日からもう施行されただよ。それにしてもあのやり方は何だい。こんな重要な法案をろくに審議しないで、参議院の法務委員会での採決もすっ飛ばして、徹夜国会をやって6月15日の朝早くにせ。国会の会期終了の間際に強行採決しちゃったんだからね。この共謀罪は本当はオリンピックでのテロを防ぐための法律でもないし、国際条約を締結するために必要でもないんだってことがだんだんみんなも分かってきているだよね。国会で審議すればするほどこの法案のボロが出てきて、最後には世論調査でもこの共謀罪に賛成より反対が多くなってきたのでね。早いとこ決めちゃわなきゃ、どんどん反対の声が大きくなって成立させるのは難しくなると焦って強行採決しちゃうなんて本当にひどいよね。一体誰のための政治をしてるんだい。それに盛りかけそば問題で安倍首相の化けの皮が剥げ始めたしね。国民の多くが安倍首相の言うことは信用できないって思い始めている。このことも焦った理由かもね。盛りかけそばってなんつら。やだ、盛りかけ問題とかけ問題じゃん。合わせて盛りかけそばせ。そっか、身内で共謀して政治を私物化して逮捕されなきゃいけないのはどっちづら。それこそお前たちを共謀罪で逮捕するだよね。でもオリンピックのためでも国際条約のためでもないとすりゃ、共謀罪は何のためづら。政府のやることに文句を言う市民の声、自由な意思表示を封じるためじゃないかね。今以上にどんどん監視社会になって、本当は政府に言いたいことがあっても話し合っただけで捕まるかもしれないとなりゃ、黙っちゃう人もいるずらで、市民を萎縮させる効果はうんとあると思うよ。そんなのひどいじゃん。民主主義の国なのにそんなことが許されてるんだかね。そうしといて一方では公職選挙法違反や政治資金規正法違反、政党助成法違反、職権乱用違反なんか政治家や警察が取り締まる罰則は共謀罪から除外してあるだでね。自分たちは捕まらないようにしてちゃんと考えてあるだね。余計頭にきた。そしてそれは80年前治安維持法ができた時の状況とよく似てきていて、戦争できる国にするための大手になってしまったと心配している人たちも多いだじ。その最後の一手ってのは何ずら。これで憲法を変えりゃ戦争できる国の出来上がりってわけせ。え、そんな。今国際社会からもこの共謀罪については非難の声が続々出てきてるだでね。国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチさんは、この法案はプライバシーや表現の自由を制約する恐れがある。この法律ができたら相当レベルの監視が広範に広がり、政府に批判的な NGO などに心理的な萎縮を招くと政府に書簡を送っただよ。そうし
したら政府はなんで答えだったんだね。それが驚くじゃねえかい。政府はそれに答えるどころか、これは単なる個人が送ってよこしたもので不当だと逆に抗議しただよ。ケナタチさんは個人としてじゃなくて正式な国連の資格でやってるだね。本当に安倍政権ってこすいことしたり嘘やでたらめばっかりだね。それから世界100カ国以上の国から2万6000人を超す作家が参加する国際組織国際ペンもジェニファー・クレメント会長の名でこの共謀罪法案に反対する声明を出したしね。こうやって批判や抗議の声が国の内外から続々と出てきているだに、こんないい加減な法律を作っちゃって一体どうするだい。アメリカと一緒に戦争できるようになる新安保法制は通すわ。福島原発事故を教訓に脱原発に踏み切った国もいくつもあるのに、原発は再稼働するわ。唯一の被爆国なのに核兵器禁止条約に反対するわ。そして凶暴な共謀罪は通しちゃうわ。一体日本って世界からどう思われているずら。日本はどんどん危険な国になってきたって思われているずらな。本当に恥ずかしい。でも今日から施行されちゃうんだよね。俺だって逮捕されるのは嫌だよ。もう政府の悪口言うのは、やめようかな。それじゃあ政府の思うつぼだじ。それに今は政治の流れを変われるチャンスでもある。え、それってどういうこと。今盛りかけもそば問題で安倍首相は自分にはやましいところは何もないってしらばっくれて逃げ回ってばかりいる。そしてそうやって、逃げまくっていれば国民はすぐ忘れてくれるだろうと中をくくっているけど、そうは問屋が下ろさないよ。姉ちゃんは森かけ問題について安倍首相らの国会での承認喚問をっていう署名を集めているずら。そうそう、それがやってみたら普段署名を渋るような人まで喜んでどんどん署名してくれるだよ。自民党支持の人までね。こんなにいろいろなことが出てきているのに絶対おかしいもん。ぜひみんなも署名やってほしいね。承認喚問ができりゃ安倍首相のデタラメさはもっとはっきりしてくるでね。本当に安倍内閣や政府の官僚は嘘つきばっかりだよね。国会で嘘発見器を使えば瞬く間に悪だくみがみんなに分かっちゃうのにね。本当にそうだね。先週の東京都議会選で自民党は議員を57から23に減らしただよ。これも共謀罪の中身のいい加減さ、最近の強引な国会運営や稲田大臣他の身内の相次ぐ失態、盛りかけ問題なんかでもう安倍首相率いる自民党じゃダメだって多くの人たちが考えるようになったからずら。今安倍政権を支持しない人はあの読売でも 52% になっただね。自民党の中でも安倍首相に批判的な人もやっと出てきたようだし。そうか、確かに政治の流れを変えるチャンスかも。ここは一丁頑張ってやるしかないね。どうしたらいいずら。共謀罪はノーと言い続けて、この共謀罪がどれだけひどい法律かをもっとみんなに知ってもらうこと、それから安倍首相をはじめ盛りかけ問題について国会での承認喚問を求める大運動を起こして承認喚問を実現することがまず最初ずら。うん、わかった。それから、それからその次には衆議院選挙で野党統一候補を擁立して当選させ、自公維新勢力を過半数割れに追い込み共謀罪を廃止すること。そのためにはやらないことはいっぱいある。でもとにかくうーんとみんなで知恵を出し合って小さな違いには目をつぶってせ、みんなが本気で力を合わせることだよ。勝利を捨て大道につく手厚せ、
そうすればきっと道は開けると思うよ。うん、なんだか希望が湧いてきた。前川さんみたいに勇気のある内部告発者もいるしね。皆さん、ここからは俺たちの力と知恵の見せ所。ここでめげては安倍内閣の思うつぼだで、みんなでうんと頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。